姑が彼氏を作り、姑に追い出されて、私夫婦のアパートに転がり込んできました。かれこれ一週間が経過します。嫌な人なら、怒鳴り散らしてでも追い出すのですが、世話好き、話好き、人から好かれるタイプで、文句のつけようがないほど家事をしてくれます。私も働いてるので、ありがたいと言えばありがたいけど、衣類を洗って干して畳んで、タンスにまで入れてあるし、隠しておいたら、しっかり発見されて現れてました。嫌だと言うと、気にしなくていいのよ。仕事で疲れてるんだし、任せて、と。姑は専業主婦で収入なし。相手は逃亡。夫は、行くところがないんだから置いてあげよう。家事してくれるから助かるだろう。というスタンス。姑は、こっちの肩がつくまで監視しておいてくれ。と押し付け。出て行ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。私がまだ若いから23歳、嫌なだけで、こういう場合は、置いておくのが普通ですか？共感してもらえるだけで、嬉しいです。裏切りのことは、私には実感がなかったのですが、言われてみれば、嫌悪感の根底に、それがあるかも。たくさんのお言葉、ありがとうございます。自分が周りに頼ることも含めて、動かなければならないと、少し目が覚めました。離婚したら引き取り同居確定。にぞっとしました。私の母親は、病気で入院中です。父と姉が面倒を見てくれています。そういう事情で、頼ってはいけない、迷惑かけてはいけないと思っていました。でも、思い切って相談してみます。夫は、最初、いい歳して情けない、みっともない、と嘆いていました。でも、多分、母親、姑の訴えを聞いてるうちに、揺らいだのではないかと。四面楚歌の母親を守れるのは自分しかいない。少し目が覚めた今の私には、そんな気がしてきました。あれから、姉に長文メールを送りました。打ってる途中から、涙が止まらなくて、旦那が部屋に入ってきて、心配されました。もう嫌だ、実家に帰りたい。と訴えたら、両親と話をする。そんなに嫌だなんて気づかなかった。ごめん。と言ってくれました。昨日は遅かったので、今日から話をするそうです。そして、今朝、姉から話を聞いた父から電話がありました。仕事が終わったら迎えに行くから、荷物と貴重品をまとめておきなさい。と言われました。相談する前だったら、そんな大ごとにはしたくない。帰るほどじゃない。と拒否していたかもしれません。父に甘えて、解決するまで実家に戻ることにします。本当にありがとうございました。コメント読んで、また泣けてきました。親の心こしらずでした。父には、なんですぐ言ってくれなかったんだ。と言われました。以前は、お世話になりました。落ち着いたのでご報告。姑は、離婚問題もすべて片付き、すごく遠方に引っ越しました。姑実家の近くだそうです。旦那に対する厳しいご意見もあり、様子を見ていましたが、旦那もいろいろと動いてくれたようなので、姑と姑兄、段。これからも仲良くしていこうと思います。私が出て行ったことで、姑、姑、旦那、みんな焦って、結果的にスピード解決となったようです。ありがとうございました。